気がつくと炭治郎は降りしきる雪の下を歩いていた。山の中だった。どこまでも続く雑木林と深く積もった新雪。吐く息は白く、足を出すたび雪がきしむ。どうなっている？何が起こった？腰の刀に手をやり、あたりを見回す。ここはどこだ？なぜ自分はこんなところにいるんだ？確かさっきまで汽車の中にいたはず。煉獄と伊之助と善逸と。落ち着け、落ち着け、落ち着くんだ。刀を抜いて辺りの気配を探る。とその時、キシッと雪を踏む音がした。はっとして振り返る。そこには小さな子供が二人立っていた。男の子と女の子。向かい合って芋が盛られた一つのザルを運んでいる。あれは、あの二人は。あ、兄ちゃんだ。二人が炭治郎に気づいて顔を上げた。兄ちゃん、おかえり。丸刈りの男の子が笑う。墨、売れた？おかっぱ頭の女の子が嬉しそうに言った。あ、炭治郎の手から刀が落ちた。雪をかき分けるようにして走り出す。ああ、間違いなかった。2年前鬼に殺された花子と茂、炭治郎の妹と弟だ。二人の後ろに小さな家が見えた。炭治郎の家だ。懐かしい家だ。兄ちゃん？いきなり兄に抱きつかれ、雪の中に押し倒された二人はきょとっとしている。ごめん、ごめん、ごめんな。わーわーと炭治郎は泣いた。二人の体は確かにそこにあって、抱きしめると暖かかった。生きてる、生きている。気がつくと炭治郎自身もあの日の姿になっていた。背中に墨を入れた籠を背負い、藁靴を履いていた。大服ではない着古した着物。まだ長かった髪を一つに結わえていた。あの日、町へ降りた時のままだ。夢だったんだ。そうか、全部夢だったんだ。よかった、本当によかった。炭治郎は二人を抱きしめて、しばらくの間、泣き続けた。